システム開発で出題される図。おはようございます、マサルです。今回はシステム開発技術の分野からよく出題される図について一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。平成31年春、問41。システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ、累積曲線を入れた図表はどれか。あ、散布図。い、特性要因図。う、パレート図。え、ヒストグラム。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、パレート図が正解です。それでは解説していきます。少し昔の動画で QC7 つ道具について勉強しました。 QC7 つ道具とは品質を管理するために活用される手法でしたね。例えばパレート図なら、分類項目別に分けたデータを件数の多い順に並べた棒グラフで示し、重ねて総件数に対する比率を折れ線グラフで示した図のことを言います。今回の問題では、原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ、そして累積曲線を入れた図表とあるので、この記載からパレート図であると判断することができます。その他間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢、散布図は2種類のデータの関係性を把握するための図です。例えば身長と体重の関係性を散布図で表すと、この図のようになります。右上に向かってデータが並ぶと正の相関と呼ばれます。いの選択肢、特性要因図は原因と結果を体系的にまとめて、その関係性を明確にする図です。魚の骨のような図になるので、フィッシュボーン図と言われることもあります。特性というとイメージがしにくいので、私は特性イコール結果だと思うようにしています。結果に影響を与えた原因を視覚的に表現することができるので、問題解決策を考えるときに役立ちます。絵の選択肢、ヒストグラムは収集したデータをいくつかの区間に分けて、区間ごとのデータを棒グラフで表します。平均値が中央になるのが特徴です。どのグループにどれぐらいデータが集中しているのかを把握したいときに利用します。それでは問題を見直しましょう。システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ、累積曲線を入れた図表はどれか。正解はう、パレート図です。それでは次の問題です。令和3年春、問40。同一難易度の複数のプログラムからなるソフトウェアのテスト工程での品質管理において、各プログラムの単位ステップ数あたりのバグ数をグラフ化し、上限下限の限界線を超えるものを異常なプログラムとして検出したい。作成する図として最も適切なものはどれか。あ、管理図。い、特性要因図。う、パレート図。え、レーダーチャート。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、管理図が最も適切です。それでは解説していきます。管理図とは、中心線と情報、下方、管理、限界線で構成されており、グラフの点の並びによって異常原因が発生していないかを分析することができます。問題文の中では、上限下限の限界線を超えるものを異常なプログラムとして検出したいとあります。この記述から管理図が適していると判断できます。この管理図も QC7 つ道具の一つですね。その他間違い選択肢も確認していきますが、特性要因図とパレート図は先ほどお話ししたので割愛します。絵の選択肢、レーダーチャートは、中心から複数のデータを雲の巣のように放射状に表して全体のバランスを見ることができる図です。これはゲームキャラクターのステータス表示や性格診断などでよく見かけますよね。この図のことをレーダーチャートと言います。では問題を見直しましょう。同一難易度の複数のプログラムからなるソフトウェアのテスト工程での品質管理において、各プログラムの単位ステップ数あたりのバグ数をグラフ化し、上限下限の限界線を超えるものを異常なプログラムとして検出したい。
作成する図として最も適切なものはどれか。正解はあ、管理図です。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回の問題は QC7 つ道具の知識が求められる問題でした。皆さんは QC7 つ道具全部言えますか？なかなか7つ全てを言える人は少ないのではないでしょうか。ただこの7つを一瞬で覚えることができる魔法の言葉があります。ここでは皆さんにその魔法の言葉をお伝えしたいと思います。その魔法の言葉とはサンチェ監督引っ張れそうです。もう一度言います。サンチェ監督引っ張れそうです。サンチェの顔をした監督が引っ張れと言っている場面をイメージしてください。サンは散布図、チェはチェックシート、カンが管理図、トクが特性要因図、ヒクがヒストグラム図、ハレがパレート図、ソウが層別グラフのことを表しています。 QC7 つ道具を覚えたい方はサンチェ監督引っ張れそうで覚えてみてください。こういう語呂合わせも活用しながら覚えるべきものはしっかり覚えていきたいですね。それでは最後に復習をしましょう。平成31年春、問41。システムのテスト中に発見したバグを原因別に集計して発生頻度の高い順に並べ、累積曲線を入れた図表はどれか。正解はう、パレート図です。次の問題、令和3年春、問40。同一難易度の複数のプログラムからなるソフトウェアのテスト工程での品質管理において、各プログラムの単位ステップ数あたりのバグ数をグラフ化し、上限下限の限界線を超えるものを異常なプログラムとして検出したい。作成する図として最も適切なものはどれか。正解はあ、管理図です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると、Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは、勉強だけではなく、横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。